こんにちは、伊藤明です。今日はこちら、GoPro の話ですね。去年の10月頃買ったと思うんですけども、まあぶっちゃけそこまで使ってないですね。まあ買った時はね、結構頑張っていろいろトライをしてたんですけども、やっぱりね、こう音がね、うまく取れてない、いい音で取れないっていうのがあって、使う機会が減ってました。で、私の GoPro 買った後のね、レビューの動画には、これもう不良品なんじゃないかと、初期不良、最初からマイクとかおかしいんじゃないのっていうコメントを、4つぐらいいただいてて、でそれがね、そういうコメントが入るたびに、そうなのかな、やっぱりそうなのかなって思ってたんですけども、まあ、これ単体では、どうすることもできず、今回はね、もう満を持してというか、もうこれやんないと気が済まないんで、こちらをね持ってきました。おお、音がした。持ってきたっていうか、レンタルしました。GoPro Hero 6をレンタルしました。まあ、はっきり言ってね、この比較検証のためだけに、お金払ってレンタルっていうのはどうかと思うんですが、もうこれをやらないと気が済まないということで、1泊2日で借りております。じゃあもう早速開けて、ちゃちゃと検証していきましょう。お、これね、コンテナボックスの中に、バッテリーも入ってますね。じゃじゃん。GoPro が2つになりました。レンタル品の方はちゃんとね、シール貼ってあるんで、間違わないと思います。レンタル品には SD メモリ、マイクロ SD ついてないんで、これは自前のを入れておきます。よし。そして今回これの出番ですね。比較動画とかでよく見る、カメラを2台、付けられるプレートですね。おー、いいですねこれ。ガジェットユーチューバーって感じですよこれ。じゃあ一応両方電源をつけて、設定を確認しておきましょう。カラーが GoPro になってなかったな。はい、じゃあ実験を開始します。どちらの GoPro も、レックスイッチをオンにしました。回ってますね。で、まずはこのフレームをつけたまんまで、音を取りたいと思います。まあ、これつけてるとちょっと若干レベルが下がるというふうにも言われてるんですけども、まあついてても、決定的な差があればわかると思うんで、このままやってみますね。距離は50センチぐらいですかね。この値で喋っていこうと思います。では行きます。 GoPro を買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから、はい、ってな感じで撮ってみました。うん、これをですね、もう今すぐ、Mac に入れて聞いてみたいと思います。はい、それではコピーができましたので、両方聞き比べてみたいと思います。ではまず私の GoPro からいってみましょう。 GoPro を買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから。なんかそんなになんか悪くなく聞こえるな。でも実際こう編集ソフト上に並べるとレベルが低いなって感じだったんですけども、じゃあ今度は、レンタルの方も聞いてみましょう。 GoPro を買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから。なんかあんま変わんない感じがするな。もう一回自分の聞いてみますね。 GoPro を買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから。聞き比べてみたところですね、差はないですね。おかしいな、おかしいなってことはないんですけども、実はね、期待していたのは、レンタル品の方は全然音がでかくて、クリアに聞こえるっていうのを期待してたんですけども、あまり変わんなかったですね。前私が動画撮った時はおかしかったのかな。ちょっと、思ったようにはならなかったですね。それでは今度は先日入手した、FDR-X3000、ソニーのアクションカメラ、同じような条件で喋ってみますね。ソニーのアクションカムを買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから。はい、ソニーのアクションカムを買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから。
そうですね、まあ最初の企画の意図とはちょっと外れてしまっていますが、やはりソニーのマイクはいいなと思いました。まあさっきはねちょっとフレームをつけてる状態だったんで、GoPro には不利だとは思うんですが、その比較もしましょうか。GoPro 私のとレンタルのと、そうね、裸で撮ってみましょう。はい、では行ってみますね。 GoPro を買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから。 GoPro を買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから。 GoPro を買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから。フレームですね。このフレーム、つけた場合とつけない場合、レベルについてもほとんど差がないですね。これをつけてるから音量が小さいということはなさそうです。ただこれつけてるとですね、この振動とか揺れでこのねカタカタコトコトって音がすごい入るんですね。それはやっぱりちょっと問題があるかなと思います。ソニーのアクションカムを買って本当に良かった。こんなに素晴らしい撮影ができるんだから。やっぱりソニーがいいなっていうことになっちゃうんですよね。ただですね、とりあえず音の問題については、このね2つ、私の GoPro とレンタルの GoPro 聞き比べてみましたが、全く差がなかったので、その部分に関しては初期不良とかそういうことは一切ないってことですね。となると、あの時撮った動画が変だったのか、もう一回ね編集上で聞いてみると、やっぱりレベルがちょっと低いのかなっていうのがあるんで、まああとはやっぱりこれどうしてもフレームねつけて撮影したくなるんで、自撮りの時とかこうやってこれ自体をマウントすることをまあ工夫すればできるんでしょうけど、まあこれ使った方がいいんですけどね。その時にやっぱりこうなんかねモコモコっとした雑音が入るんですね。それがやっぱ気になるので、やっぱり私の中では自撮りカメラとしてはちょっと使えないなという、結論になると思います。映像をね記録するとかそういうことについては、問題ないと思います。あと、まあ、写真をタイムラプスを撮るとかね、その辺についてはいいと思うんですが、音としてはやはり、このレベルであればちょっとお散歩カメラには使えないという、結論になりました。でもう一つ GoPro で気になってたのは例のシフトブレ問題ですね。強力な手ブレ補正がついてるんですが、大きなこう揺れをブレと勘違いしてこう無理やり戻そうとするときに、こう画面がカクってねシフトしてしまうという問題があったんですが、それについても一応このねレンタル機と、自分の GoPro で比べてみたいなと思いますので、そちら見てみましょう。今自撮りで喋ってますがいかがでしょうか。手持ちカメラ階段をねちょっと早歩きで登ってるぐらいの感じです。まあブレに関してはいかがですかね。まあだいたい気をつけて持ってもこれぐらいの感じになると思うんですが、どうでしょうか。はい、というわけで、その結果はまだ見れていませんが、いかがだったでしょうか。まあそれについても
差はないんじゃないかなと踏んでいますが、いかがでしょうか。はい、ということで今回は、私の GoPro は初期不良だったのかそうでなかったのか一応検証してみましたが、そうではなさそうですね。で、私が、3つのことということで動画を投稿した時の音が変だったのかな。ただバージョン違いということも考えられるんですが、実はこのレンタルの GoPro はバージョン 1.00 で、更新されてないんですね。だから更新したから音が良くなったっていうことでもなさそうですね。ちょっと、分かんなかった身も蓋もない、不良品ではなかったということで今回は終わりにしたいと思います。それではまた。